本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございますコリュウです本日は煙草第5話を海外の反応と一緒に振り返っていきたいと思いますの第2回ですよろしくお願いします多分第3回で終わりますが4話がね意外とあの大きな戦いがそれほど長いディスカッションにもならずかえって静かな出来事の少ない5話の方がこれだけ長くなるっていうのは やっぱり何回思い返しても意外ですね。その辺は何回か申し上げてますが、やっぱり客層のそういう特徴を表しているような感じはありますね。この不思議な姉妹の皆さんとか、<laughs> 若葉さんはね、いろんな意味で話題に上がる人ですが、そういう皆さんの振る舞いとか、会話とか、自分たちを取り囲む世界に対して、どういう言動をするのか、というところを観察して、 考えて議論するのが好きな方が集まってるんですかねっていう感じです。特に今回はレディットでの方のディスカッションの中盤なんでやっぱ一番濃密ですし、これはね、あの前回でご紹介したマイアニメリストのあのディスカッションに使いづらいシステムを使ってなんとかその返信をしたりとか他の人の発言を引用したりするのがすごくやりにくい あのサイトでね、それでも皆さんあって長々と語ってらっしゃって、やっぱそうさせたくなるぐらい、あの、使いにくい、使いにくいくはないか、その、やりたいことによる。 ディスカッションには使いにくい、ああいう場でもそういうものを乗り越えて、なんとかそういう意見交換とかを整理させようと、人にさせるぐらいの、そういう方向性の殺菌というね、性格が、こういうところにも出ているような気がしまして、無言の海外の反応、その行動によって語られる、観測できる。 ががあるような気がしておりますで、まさに縁も竹縄と言うべき、今回のディスカッションの中盤なんですが、そちらご紹介する前に、また前回以降、ニコニコ動画の方で皆さんからコメントをいただいておりますので、そちら、まず冒頭でうぽつといただきまして、ありがとうございます。やってきました、敏感マゾヤンキー。うん。まあ、特徴多いですよね。5話でこれですからね。皆さんの反応の大きさ。 拝見すると、6話はね、6話楽しみですね。もう今、覗いてるんですが、そらそうよね、陸姉はいいっすよ。陸姉の、その、人に惚れさせるようないいところがたくさん出てる、本当に、6話の、陸姉お堂番会でしたね。なんでね、今からその様子が垣間見えますが、ま、あそれは次回、g 次回会、かなご紹介するとして、うん。やってきましたが、第6話では本当にそれが大暴れしますね。 ほう。あ、若葉さんのセリフ私が好きな。そうなんですよ。まあ他にもね、やっぱり、その、短いセリフとか、一つの合図ぐらいのでもね、引っかかることがよくある作品です。これはね、ちょっと前にもどっかで申し上げたような気がするんですが、筆安さんね、ちょっと近いんですよね。でも違うんだな。うん。ちょっと今の一言なんですかみたいな。なんでもないかのように、 言われた一言、相槌なんですが、なんか引っかかるし、考えてみればおかしいっていうね、ことがよくある。筆屋さんとそれは頻度としては近いけど、系統としては違うかな、ぐらいの感じでございますね。なるほど。あ、変達ね。うん。 変達楽しかったっすね。フォロちゃんを覗きに行くのも久々に。まあ、あれはあれで楽しいっちゃ楽しいですしね。ひってぇなと思うこともありますが。この絵ちゃんとそれぞれのリナの特徴が出ていて好き。ありがとうございます。ね。書く前はね、申し上げましたけど、そんな絵描いたことないですから、4人が同じ見た目でどうするんだろうと。その、ね、しかも静止画での中で、 どうやってその個性をつけるのかまあ、とりあえずわかんないけど、やってみかっかつって、書き始めてみたら、だんだん、多分心の中に残っていった皆さんのそういう思い出が蘇ってきて、こういう特徴になったんでしょうっていう感じがあります。まあ、これやっぱり書いてみてよかったですね。やってみるもんっすね。こだわりの書き込みああ、<laughs> これか。絶対に事実と違わないように。しかし、 知らないで見た人は、なんじゃこの文章って絶対思う、というね。うん。まあこれはこれで面白いですよね。自立通り書きましたけど、みたいな、ジョーク。せやな。ああね、陸姉ね,ね、そう。今はね、我々が現時点から当時の反応を追っていってますんで、あれが陸姉っていうのはね、まあ他のご姉妹もそうなんですが、実は当時は結構細かい情報が離れ離れに点在していたのを、 丹念に寄せ集めないと確定はできなかったですかね。あの、短編の方をご覧になって、誰が誰をなんていう名前で呼んでるかとかを正確に情報を集めないとわかんない。 あれがリクっていうのは確定しないでしたね。確かに、レディットは考察税だな。うん。まあそういうのやりやすいサイトですからね。誰かに返信しようと思えばすぐできますし、引用も簡単にできますし、やりとりの構造がわかりやすいですし、見てる側は見てる側で、それを返信をはしょったりとか、文字通りできますし、語り合う場にふさわしいですね。なんでね、 今回はそちらをご紹介していきます。で、最後にまた、オツですと、おねぎらいを賜りまして、皆さん前回もコメント、いいね、ニコニコー告、たくさん頂戴いたしまして、ありがとうございました。というわけで、そちらの海外の反応をご紹介していきます。えー、第5話、1回目が長くなりましたね、このシリーズ。第5話、これですね。うん。前回最後は、若葉さんの話題で、またね、冗談のネタにされていたりとか、 若葉さんが好きな方から反論があったりとかありましたね。うん。でもだいぶこの辺は和らいできましたね。雰囲気。<laughs> やっぱ1、2話の時はね、本当に喧嘩になりかねないぐらいの皆さん若葉さんをめぐっては対立してるし、あ、若葉が割ってんだな。国論二分しているじゃないですけど。っていう観測はね、コメントでもありましたし。というわけで、今回はその、えー、話題は、 終わって、白海さんから新たに話題提起ですね。白海さん両方に書かれてるんですね。マイアニメディストと、レディットと、若葉さんですね。話題は変わりましたが、若葉さんについて語るところは一緒か。若葉は寝なくても食べなくてもよくて、少量の水を飲むだけなのか。彼は外見以外にもその辺がさらに人間ではない。加えて、ケ草リクサがどう物体を修復するのに使えるかが、 上乗せされると、すべてがより一層ゲームのように見え始める。うん。ゲームにはすごくしやすいでしょうね。ケムリクさんは。私たちは同じ割合で物事を学び、また尋ねている。うん。通ては知り、通ては知り。それは良いことだと思う。うんでまたこれなんですよね。それと、ダンジョン、もとい、壊滅した世界に出会いを求めるのは間違ってるだろうか。これお気に入りなんですね。白貝さんは。両方で同じジョーク ネタやられてますよダンジョン消して、うん、なんでこれがそんなにわかんないですけど、うん、まあダンマチっぽい雰囲気を感じられて思いつかれたのかなダンジョンならぬレクドショッピング 荒廃した世界、壊滅した世界、というのをまたここでも書かれてます。に変身がたくさんありますね。ラスルーさんね、まず。彼はローラーコースターの上で見つけた煙草を食べていた。もしかしたらナノマシンの品質は置いといて、煙草はカロリーが非常に高いのか。若葉さんは寝なくても食べなくても良いに対して煙草を食べていたよと。うん。 で、白海さんから再返信で、これでバスを修理できることから食べ物と呼ぶのは変な感じだ。でもいいか、女の子たちは鉄筋を食べているしね、彼にとって栄養になるのかもしれない。うん。とかね、あります。結構若葉さん、若葉さんが、えっていう。結構若葉さんに関する推測仮説書き換えた人が多い。 会でしたでしょうね。私もそうですが。まあ私はね、若葉さんもそうですが、もう一個大きいやつが後であります。それに、活動写真さんから返信があります。若葉はまるでただのビール箱か何かのように、あのでかい鉄の車輪を持ち上げることもできる。しかし、私がここでヒントを拾っているのか、単にファンの投水をしているのかは、さらかでない。うん。ファンの投水、ファンワンキング。その作品に出てくることとか、作品内に、 見つけたことが全部、えー、すごい重要なことみたいに感じるみたいな感じですかファンワンキングっていうのは。多分ね、ファン特有の酔いしれみたいな感じで、ラスルーさんの返信で、彼は強化された人間のクローンだ。決まってんだろうん。このダーね、よく見る。うん。He's an e n h a n c ーマンクローンダこのダーがね、えー、言うまでもないだろう、みたいな。うん、決まってんだろみたいな。 クローンに決まってんだろうみたいな感じの語尾。そういう時に使うやつです。で、フレッドフレンド、え、これはあの人じゃないの多分、ね。前回マイアニメリストの方で、ミスター・ワンダーフォーさんじゃない うん。やっぱりね。はい。細かいですけどね。掛け持ちの人結構いらっしゃいますね。フレッドフレンドリーさん。あの車輪の重さはおそらく500ポンドから900ポンドの間のどこかだ。うん。500ポンド、キログラム。あ、ありがとうございます。親切ですね。226.795から408.233キログラム。うーん。 わかんないです。私もね、<laughs> 電車の車輪路面電車の車輪わかんない。このぐらい、このぐらいだって言われればなんかそんな気もしますけどね。普通の人間が持ち上げられるものではないというフレッドさんに変身で、いや、彼は人間レベルの強さしかない。あの車輪、そしてバスも髪の張り子、ペーパー、ペーパーマッシュ。 でいいのかな違うこれ、フランス語翻訳した時に調べなかったっけパピエマシェ、フランス語か。うん。ハリコなんだ。こういう考察ありましたよね。テザル・キャーツさんうん。がおっしゃってる。車輪の方が軽いんじゃないかはありましたね。で、そっから腐炎して、ミクロの世界説はまだ先でしたっけただやっぱり、あれで、若葉さんがやっぱり普通の人間ではないのか、それとも、あの、ポールが、えー、治った。 この世界の中にある、ああいう電柱なり、路面電車の車体なり、何なり全部が、我々が見た目から想像する材質でできてるのではないのか、とかね。 ま、これがね、また終盤で恐ろしいことになるんですが、で、さらに、えー、フレッドさんに返信で、君の見積もりは高すぎるが、あの物体の重さが1トンになり得るというのは正しいと思う。車輪のデザインの多くがくり抜かれたものであるため、明言するのは難しいが、おそらく古い規格のマンホールの蓋と同じに並ぶ重さをしていて、それは250ポンドくらいだ。250ポンドって、113.4ぐらいキログラムス 人間がマンホールの蓋を持ち上げることは確かにできるが、それで怪我をすることはあるだろうな。うん。ね、やっぱり引っかかる人は引っかかりますよね。えっていう。普通になんかよっこらしょぐらいの感じで持ち上げるけどさ、あんた若葉さんよ。今の何っていう。どっちかがおかしいんだわ。だからどっちかの説は書き換えないといけないんだっていう。うん。この辺で皆さんの思考が回ってるのを感じますね。で、ピンキーボーイさんの、やっぱりまた一言。God damn it! I want more ですって。<laughs> なんか一言なんですけどね。毎回気になるというか、目に留まるというか。で、ラスルーさんのだいぶ長いコメントですね。大変でしたよ、これ。第4話、そしてこれまでの進展の限りでは、ケムリクサイコール植物型ナノマシン説は未だに健在。彼らは食用ケムリクサ、薄色を合ってますね。と名付けることに決めた。文字通り淡い色だ。うん、さすがですね。薄色が 淡い色ペールカルラーデ。お、さすがだわ。ラスルさんってこういう方面、ウィーブパワーの強い方だったんですね。これちょっと意外な感じがしなくもないですが、シールドのやつにはまだ名前がつかなかった。ウェーンっていうね。えー ブーフー。うん。これもたまに見る。泣いていることの表現。日本語では多分、ウェーみたいな。泣き声の。緑の芯の機能が明らかになる。修復することだった。これは少女たちの精神的能力にもう一つの懸念をもたらす。緑を投げつけられた後にポールが一人でに治る場面に基づくと、なぜトレーラーではそんなことは起こらないと推測できないのかって書いてあるんですが、多分トレーラーだから、緑ちゃん電車に 使っても同じことが起こるだろうという推測をなぜできないのかという精神的能力に懸念が生じる。うん。ま、基本興味ないんですよね。というか、思考能力ね。だからこれは懸念としてここで生じているのは、実はそこからさらに姉妹それぞれの特性とか謎を明かす考察につながる部分ではありますよね。 おお、主の破片ロボットが犬のように若葉を追いかける。このロボットが島全体を地図にして、四角い葉っぱを通して報告するのにかけるぞ。ああ、送ってくるんだ。調査結果を。で、それを、あの、四角い葉っぱね、の中に並べていって、地図が完成していく。うん。ま、これもね、ありそうではありましたね。で、またね、この、ちなみになんですが、ボードの青、ね、これもよく見るんですよ。今回多いですね。こういうよく見る、その、 オノマトピアじゃないけど、簡単詞みたいなうん、さっきのブーフーもそうでしたけど、お,うおうはね、よく見ます。あの、ちょっと感動して胸に来る感じを表現するとか、切ない感じとか、うん、仲良しカップルののろけ話を聞いて、こっちまでうっとりした気分になってしまったわみたいな表現をするときにとか、可愛いいものを見かけたときとか、 あとは、あの、講義の意味で使われることもありますね。日本語風に表現するなら、えぇ、ー、みたいな、おぉ、とかね、いうやつです。なんか、可愛いとか、ときめきとか、切ないとか、燃えるみたいな時に、おぉ、って使います。新しいケメリクサが手に入った、今回は、ナローリーブドプランテイン。 なんか検索したらこんなん出てきましたけどね。よくわかんなかったっすね。まあでも、形は似てるやつが。これありましたよね。各ケムリクサの童貞、植物に詳しい方がされてましたよね。Narrow l ーープ v e d Plantain か。これまでのところ、依然テーマに沿っており、ケムリクサは食用の草花をモデルにしている。うん<あ>。この新しいやつの機能が何なのかを我々が知るには、次のエピソードを待つ必要があるみたいだね。 結構この辺厳密に整理されてんな。で、最後に、待て、別の人間だと、この人は少女たちの知っている誰かで復活したのか、それとも全く新しい人間なのか、もし初めてだとしたら、すなわち若葉は緑の葉を使って車掌の帽子に入れて保管されていた死んだ少女たちの煙草を復活させることができるかもしれない。うん。なるほど、なるほど。すごい、結構、間の離れて点在しているいろんな要素を、 つなぎ合わせて考えるなぁ、ラスルーさんは。リクネーが出てきて、他の人間がいる。で、あれが、あの姉妹たちの知り合いだとしたら、若葉は緑ちゃんを使って、あの車掌の帽子の中に入っている、あれはケメリクサとご覧になる、を復活させる。そもそもあれがね、その、失われた姉妹たちの、 遺品とか、その体から出た何か、体が残した何か、だということすら推測ですからね。うん。それを繋げてくるか。で、ロンギーさんの変身です。緑の芯の機能が、あー。 新しい懸念ね。なんでトレーラーで使えないと思うのか。に対してこれなんですよ。そのためにはそもそもポールが壊れていると彼らは見なす必要がある。それは見る者の目には機能不全に過ぎない。そして若葉その人物はそれについてより良い直感を持っているみたいだ。うん。じゃあこれは多分ロンギーさんの説では緑の使用者が想定している治った状態に緑がしているなのかな だから想像した通りの正常な姿に必ずしも実は戻していないかもしれない。若葉さんのあのポールが正常な状態の想像が間違っていたら間違っている通りに緑は形を変えるという説でしょうか。さらに TSO さんの変身で 良い点だね。それに、あれには私も考えさせられるでしょうね。若葉とは何かそれは緑が路面電車に水を汲み出している最中に、池から吸い出した人間の遺物の修復された形態なのか来ましたね。とうとう来ましたね。これ。若葉とは、緑がうっかり吸い込んだ人間の残骸が修復された形態なのではああ。活動写真さんの返信があります。それは大変理にかなっている。実際。うーん。で、もう一個ね。 ラスルーさんがさらに返信されてるんですが、それに代わる別の説明としては、若葉は緑の派生体ではということになるかな。彼らは緑は壁に生えているのが見つかった小さな棒からリンによって育てられたものだと言及していた。緑は若葉の DNA を保存しており、木の中で成長した上に、 加えて貯水層に転げ落ちた。人間の体は70%が水であることを思い出してくれ。なるほどね。だから水がたっぷりあるから、若葉さんの DNA が復元できたという仮説を補強するか、えー。木の中で成長した上に実を結んだんだ。それは本質的にギリギリ最低限の知識を持ち、またうっすらと強化されてもいるクローンされた人間なのでは。彼はその体の中に煙草を持っていなかった。うん。 だから煙草人間ではなく、クローンされた人間。うん、例えば第一話より、あの落下だ。もし彼が普通の人間だったら、あの高さから落ちれば、少なくとも打撲痕くらいはできるだろう。言うまでもなく、尋常ではない感覚能力。熱を帯びている箇所を感じ取れる。遠くから物の匂いがわかる。 遠くを見ることができる。うん。などなど考えれば、普通の人間ではないことは明らかということか。それと、もし我々がエンディングの場面を文字通りに捉えると、少女たちがたくさんのピンク色の葉っぱの中で消えていく様とは逆に、若葉はたくさんの緑色の葉が固まってから生まれる。うん。そうなんですよね。だから若葉さんは、あそこで誕生したという、に、マニナパニナさんの変身で、 まさに私も思ったことだ。あの池には人間の遺物があったんだろうと推測する。うん。えー、これは、うん。TSO さんにですね。活動写真さんと、ラスルさんと、 マニナパニナさんは TSO さんの、うん、若葉さんの正体についてに変身されてますね。人間の異物があったんだろうと推測する。水や他のものが吸われた際に緑が意図せず人間の形に修復してしまったんだ。なるほどね。うっかり。で、そうなんですよ。これね。ここに、リツネーのあのいい加減さ。またいろんなガラクタを一緒に吸い込んでるなぁ、とか。あのリツネーの適当さが人間の異物が 混ざっていても関係なく、とりあえず吸い込んでしまうことにつながり、それが、このマニナパニナさんのさらなる変身につながるんですが、私は最初のエピソードを見返して、タンクが満たされていってる間に、リネズですが、リナズですね。リナズが緑に登って木を揺さぶり始め、カッコ姉妹たちは葉っぱをいくつか食べることにしていた。いくつかの破片が落ちたことに気づいた。 水には何らかのものも落ちたのだろうと疑っているし、なぜならそれはその材料。若葉のシャツには緑の根と似た柄があるからかもしれない。という、これありましたよね。日本での考察でも最初のエピソードを見返して、水がいっぱいになるのを待ってる間に、リナさんたちが緑ちゃんを揺らし、リンさんに怒られるぞって言われて、 たりしたあのやりとりの最中にいくつかの緑の破片が水の中に落ちそこにいい加減なリツネが水と一緒に吸い上げた人間の異物が混ざり込んでくるうん。で、えー、デレテズさんですが うん。車掌の帽子に入っている。あの化粧ですね。あれで復活させられるんじゃないか。に対して、それなら本当に素晴らしいことになるね。この少女たちは復活が可能なんだ。と祈ろう。うん。なんかないんかっていうね。希望はありましたね。で、これね。アクティブリーエノーニマスさん。うん。だから、積極的に七し自分で七しを選んでいるさんから。待て、若葉が鉢に入れて育てようとしていたやつは薄色か あれはシールドタイプとは違うと思う。彼が食べたのと同じやつだっけという返信があるんですが、多分これでラスルーさんは直されたんでしょう。今残ってるコメントにはその辺で別におかしいところはありませんからね。まあだからこのさっきのブーフーウェーンは名前がつかなかったのを間違えて薄い色って書いちゃったよ、ウェーンみたいな。 意味の方だったのかなっていうね、細かいですけどね。それにラスルさんの返信があります。いや、間違えたよ。薄い色は乗り物の上で彼が収穫して食べたもので、縦のやつはまだ命名されていないということを多分ご自身のこちらのコメントに反映させられたんでしょうということがありました。で、活動写真さんの うん。やっぱこういう方面を好きなんでしょうね。というね。私がナノマシンと推測したのは赤い霧と赤い煙草の間におそらく関連性がありなんですが、多分ここでおっしゃってる赤い煙草はご姉妹のことなんでしょうね。これは多いんですよね。あのご姉妹をご覧になって、マゼンタではなく赤。 っていう認識をされてる。その上で考察とかされてるコメントは結構あります。まあ、マゼンタはなかなか浮かんでこないでしょうし、これは多分ですね、マゼンタが選ばれた、まあ、いろんな理由はあるでしょうけど、当然、<laughs> ラスト音明以来のマゼンタかどうかわかりませんが、自分たちの色だから多分呼ばないんでしょう。自分たち色って。で、マゼンタって日本語にないじゃないですか。ね、ダ々とか薄色とかね、 なかなか使わないような色でも和名で呼んでいるこの作品の中で唯一呼ばない自分たち色なんで和名のないマゼンタになったんじゃないかなっていうねこれは完全に私の妄想ですがそうなんですよマゼンタなんですよねあれまあそういう部分はあるんですが えー、赤い煙草の間におそらく関連性があり、それはそれらの魔法に近い性質を説明するだろうからだ。しかし、今頃考えてみればだし、誰かが以前に言っていたら申し訳ないが、タバコ、煙草、これ原文のままです。漢字で書かれてますね。煙草は文字通り、スモークプラントか何かを意味する。あと普通は、トバコ、あ、うん、と読む。これは多分英語のタバコ。 と混ざってんでしょうね。タバコですが、うん、この漢字の方の煙草はタバコのことだということを引用されてですね。そして煙とは基本的に空気中に浮遊するナノからマイクロメートルサイズの粒子だ。だからここでは単純にスモーク、つまりナノマシンでできた植物を意味し得る。うん。だから煙スモークっていうのは基本的に ナノからマイクロメートルサイズの粒子。だから、そのスモークでできたプラントだったら、スモークプラントでケムリクサになりうる。つまり、ケムリクサとはナノマシンであるという説にかなり大きい補強されて、で、さらに追記ですね、うん。これあったんですよね。ナノパフォームスオープニングティームフォータスキーズケムリクサアニメっていうアニメニュースネットワークさんの記事を引用されて、 私は本家の弁論を終えます。<laughs> これで証明が完了してしまったと。そうなんですよね。これもありましたよね。ケムリクナノマシン説が出てきたあたりで、待ってよ。オープニングを歌ってんのはナノさんだよな。これはわざとなのかみたいな。ナノマシンがこの世界の仕組みの根幹だからっていうことをここで暗示しているのかみたいな。ありましたね。 で、返変身があります。メカペボーズさん。えー、別の人間だと、から、えー、死んだ少女たちの煙草を復活させることができるかもしれない。絵の変身で、彼女のシルエットはエンディングの死んだ少女たちの一人と同じだ。暗示されるものは、失われた仲間の一人は、彼らが思っているほどには失われてはいない、ということになる。うん。だから、まあ、彼らもそうですし、我々が一般的な意味で、 概念として持っている死とはちょっと違うそこまで失われてはいない <laughs> みたいな。ま、あ存在がね、一ち先入感が覆されていく皆さんなんで、そういうことも全然あり得る。この辺もね、やっぱり宝石の国を思い出す感じはあるんですよね。で、TSO さんの、じゃあ赤い虫たちはバギーバーグズなのかなっていうね。このバギーバーグズはよくわかんなかったんですけどね。多分、その、いわゆるあの虫虫っぽい虫なのか っていう疑問ですかね。に、活動写真さんの返信で、察するに、少なくとも一部は、もともと無害なロボットだったのが、赤い煙草によって乗っ取られ、兵器に変えられたんだ。うん。他のは普段から軍用機械だったのかもしれない。赤い煙草自体は、軍事またはテロ兵器。それは的確に製造及び配備された通りに動いている。 もしくは制御不能になったかのどちらかだ。うん。だから赤い煙草はそもそも兵器であり、無害なロボットを、もしくは戦闘用だったけど、戦闘行動の命令が下っていないロボットを乗っ取り攻撃をさせるとーカーねうん。<laughs> あと若葉さんね。彼はキャンディーの動線、トレイルオブキャンディーズにハマってしまった。ガッデメ 古典ですよね、あれ。童話かっていうぐらい。で、陸姉に、デュール、死んだ姉妹たちの一人が、実は生きていた、来週が待ち遠しいな、とかね。あとやっぱり、ね、デリテッツさん、4年ですけどね、結構いらっしゃいますね。アカウントを消されたんでしょうね。なんで、ま、これちょっと脱線しますけど、レディットのアカウントって、削除しようと思うことありますかね 別になんか不都合というか困ることないですもんね、ご所に立たって。結構いらっしゃるんですよね。何年か経ったスレになると。ま、あそれは置いといて。うん。じゃあ彼は物を修復するのに使えるのか。後々重要なものになろうことは確かだ。うん。小さな彼は味方なんだろうね。今のところ。緑の力は予想よりも早く、さらに重要なものになった。王のノー。 彼女も恋に落ちるなんて言わないでくれよ <laughs>。ハーレムルート行きそうですかどうやら若葉も毒にやられたみたいだ。彼はそれとバカだ。あんな風にさまよってはぐれるなんて。おう、シェト。新しい女の子だ。もう来週はいくら早く来ても足りないぞ。スローペースだったというのに、前エピソードすごく早く進むな。この作品はすごく興味深い。という過剰書き風の感想ですね。で、これ <laughs>、ダンプガードさんの真にメタルギアを超越する兵器というスクショ <laughs>。 に変身がいろいろありまして、もう一回変な自慢やってとか、これが最高潮のパフォーマンスの様子ですとか、 最後にレジェンダリー・ソールドマンさんの「これは良かった」「電車も自分の波に乗れてきている」というね最後に本当に心温まるというか結構やっぱり根本にね地盤のように緊張感がある程度以上を和らがない緊張感の中で旅を続けている我々なんでこういうねちょっと滑稽なこととかなんか和むことがあると皆さん割といろいろな返信をされてジョークをおっしゃったりして貴重な うんお笑い要素までいかなくても、このぼの要素ぐらいのものを味わおうとされてんのかなっていうね、感じがあったりして、で、5話の中盤、第2回はこれで終わりなんですが、次回、ついに5話のディスカッションが終わります。3回目になるんですが、次回はですね、あ、これだ、緑ね、そう、これね、しつこいですけど、5話ではやっぱり、私は本当に、結構すごい、静かに、 私の中では衝撃が走っておりましてなかなか残響が消えなかった緑さんのものを直すいや直すってさっていうねしつこいですけどうんこれのね掘り下げがあったりとかあとこれまでの出来事の整理されてる方あ色のうん解説分類ねとかねあとあああはーはたつき監督作品ということをたった今聞きつけという方が いらっしゃったりしますが、今回はこんなところですかね。そんな感じでケムリクサ第5話を海外の反応と一緒に振り返ってまいりました。の第2回でございました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。